いやー、こんにちは。おはようございます。牢屋ね。いや、入りましたよ。今振り返ると、いや、いい経験だったなと思いますね。何がいい経験だったかというと、自由が束縛されたのがいい経験じゃなくって、ほとんどの人がね、できない経験をしたことなんですよ。まあでも人生経験なんて一人一人他の人にはできない経験だといえばそれまでなんですけども、ただあそこから見た私のね、風景ってのは、かなり大きなもんでしたね。その一つが、私がああやって牢屋に入ってる間に福知山線の事故が起きたんですよね。でいつものように取り調べにこう私がね行くんですよ。取り調べ大体9時から始まるんで、調べですとか言って呼ばれるんですよね。で刑務官の人に手錠をはめて連れて行かれて、取調室、昔の刑事の取調室と全く一緒のところです。まあ田舎の警察だったんでね。でそこで待ってると刑事さんが入ってきてね、おはよう久保ちゃんみたいな感じで、もうなんかその時は慣れてるんですよ。で、あ、久保ちゃん知ってる？あんね、なんか兵庫かどっかでね、福知山線ってすごい大きな事故があったらしいんだよ、今朝の新聞書いてあったんだけどさ、とか言ってね話し始めるんですけども、いや、久保ちゃん知ってるって、知ってるわけないでしょってね即ツッコミですよね。いや、そんなだって牢屋に入ってるんで今朝の朝刊とか見てないっすよみたいなね。で刑事さんと話すときに初めて外の状態が分かるんで、教えてもらえませんかって言ってからね、最初取り調べの前にそれで雑談が始まるんですよ。大体もうなんか結構ね、一体感があるんですよね、その頃には。でそんな中で思ったのがね、私は自由を制限されてここにいるけれども、でも自由に暮らしている人の中では、それで事故でね死んでしまって永遠の自由を失う方もいるんだなっていうふうに思うと、あ、これはやっぱり物の見方だなと思うんですよね。この警察に逮捕されているという状態、牢屋に入れられている状態で生命の確保をされているわけなんですよ。そこで今までないような自由な時間も与えられてるんですよね。まあ、仕事は全くできないし、自分で好きに学習もできないし、インターネットは当時もあったんですけども、検索もできないわけですよ。そうなったら自分の内側を見るしかないんですよね。脳の中身とか今までの人生とかこれからのこととか、そうしてくるとかなり整理されていくんですよ。で鉄格子を使ってこうやってね、腕立てみたいなことをしたり、懸垂みたいなことをしたりとか、腹筋みたいなことをしたりとかね、体操したりとか、なんかそういうことをして自分を見つめ直す習慣がついたかなと思います。あの時にだいたい1ヶ月ぐらい交流受けてて、最長交流受けてたんですけども、で裁判所に行ったりね、他の受刑者とされてる方と会ったりね、基本的には個室だったんですけども、その時はね、なんか逮捕される人が多くって、相部屋になったりしたんですよ。そしたら、お前何やったみたいな話になるんですよね。だいたい同年代の犯罪者が多くって、犯罪者っていうかね。で私はもうビジネス上の失敗だったんで、人を騙したりとかずるいことしようっていう気持ちはなかったんで、本当に結果的には無罪放免になったのは当たり前のことだと思ってるんですけども、意図して犯罪を犯す人っていうのが大半でしたね。で別に無罪も主張してないんですよ。やったことはやったんだけども、刑がいくらになるのかを知りたいみたいな感じで弁護士を雇ったりとかね、取り調べをしたりとか、あとなんかこう仲間を守るために嘘をついたりっていうのはあったみたいですね。まあそういった犯罪を職業としてる人もいるってのもよく分かりました。物を取るための計画とか、どういった会社とか工場とかにはどのぐらいの備品があるのかとかね、で警備の手薄な公民館とかっていうのは逆に金がないとか、ただ市民の名簿があるんで、その名簿を取っていって、でその名簿によって、転売したりとか犯罪を犯すみたいなことができるんで、公民館とかっていうのはかなり狙い目だったみたいですよ。特に高齢者の名簿が多いですからね、その町内会とかありますんで、その経験を持って自分が町内会長した時には、名簿のセキュリティっていうのはもう完全に IT 化して、で書籍っていうのはどちらかというと公民館に置くんじゃなくて、個人の会長のお宅に一時保管しておくみたいな、ね、発想でそういうふうにしてみたりとか、で実際に公民館荒らしっていうのが、私が会長時代に、ね、入ってこの地区に入って、私の町内会にはなかったんですけども、結構ね入られて、なんかホッチキスが盗まれたとかねハサミがなくなったとかねそんな感じだったんですけども、結構荒らされて名簿を取られたところもあるみたいです。で名簿が取られちゃったところっていうのは、取られちゃったってことを言わないんですよ。なんか
地域の人に不安を与えるから。だから結構な割合で公民館に泥棒が入っても、泥棒が入ったよってことで警察の捜査はね入ってもらうんだけども、盗まれたものに関して市民の名簿、国民の名簿、町民の名簿が取られたってことは多分言わない、隠してる、隠蔽してるところが大半じゃないかなってところも気づきましたね。まあ、そんな感じですか。じゃあ朝というタイトルでねお送りしました。朝、一日一石とならず、一朝一夕ではならずですよ、朝も。なんかよくわかんないこと最後に言っちゃいましたね。10月10日と書いて朝ですからね。いってらっしゃい。